すごい、モンスターをやっつけちゃった。君こそ本当の正義のヒーローだよ。私からもお礼を言わせてください。ありがとうございました。あなたは？ミニーです。この国の王妃様だよ。あ、失礼しました。王妃様、私はアクアと申します。そんなにかしこまらないでください。ミニーで結構です。本来は私たちがこの国を守らなければならないのですが。やめてください、ミニー王妃。王様がお出かけになっているんですから仕方がないです。みんなわかってます。だから今年もいつも通りドリームフェスティバルが開催されているんですよ。そう言っていただけると助かります。それにしてもピートのやつ、正義のヒーローって言ってるくせに全然頼りにならないんだから。ピート？キャプテンジャスティスと名乗っていましたが。ジャスティスなんてとんでもない。あいつはわがまま放題で暴れん坊のピートだよ。人気投票のために変装してるだけ。ミリオンドリームアワードの商品が目当てなんだ。ミリオンドリームアワード、どういうものなのですか？ドリームフェスティバルの催しの一つで、この町一番の人気者を投票で決めているのです。ピートは正義のヒーローになれば人気者になれると考えているようですが、少し勘違いをしているようですね。誰かの思いが正義のヒーローや人気者を生むのです。自分から名乗ればいいというものではありません。だったらきっとアクアが一番だ。僕の思いを込めて君に投票するよ。ありがとう。あなたの期待に応えなくてはなりませんね。そうだよ、がっかりさせないでくれよ。まあ大変ですね。ええ、頑張ります。